はい、本日はですね、動画が一本出来上がるまでの裏側を見てもらいたいなというふうに思います。でですね、以前から視聴者の方からその一本が出来上がるまでのどうやって考えて台本作ったり撮影したり編集したりしてるのかっていうのを、どんな感じかっていうのをちょっと短くして一回動画作ってほしいですって言われてたんで、今から動画を作っていこうかなと思うんですけど、まあ動画の内容はですね、先日公開したマカ1とマカ2の比較動画っていうのを出したと思うんですけど、まあ、それを作っていく過程がどんな感じで作っていって、どうやってアップされて、まあ、どういう流れになってるのかって、まあ、僕からしたら普通のことなんですけど、多分見ていただいてる視聴者の方からしたら、こいつ毎日毎日動画上げてるけども、まあ、どんな感じで上げてんのかなとか、なんかどうやってふざけたこと言ってんのかなって、まあ、気になる方も気になると思いますので、もうこれは本当にさっき撮り終えたばっかりになってるので、まあ、その様子を見ていってもらいたいなというふうに思いますので、早速まず商品が届くところから見ていってもらって、どんどん台本作っていったりとか、あとまあ結構僕レビュー系が多いので、実際試してみてどうなのかとか、あと撮影してる様子、最後編集っていうところまで見てもらいたいなと思いますので、そちらをどうぞ。はい、それではまず商品が届くところから、お話していきたいなと思います。このように宅配便で送ってもらって、それを受け取るところから、動画作りがスタートということになります。でそれをですね、段ボールを開けていくんですけども、これ段ボール開けやすい用のカッターになってて、また紹介してると思いますが、見てもらえばなと思います。普通のカッターではありません。まあ、これパカッて開けて、まあ、今回カバンなんですけど、カバンがどんな感じなんか、下調べではナイロンとか分かってるんですけど、実際触ってみた感覚とか、開けてみて、あ、これぐらいの大きさかっていうのって表記とはまたちょっと違うので、その辺を、実際手で確かめながら、まあ、レビューを作っていくという感じですね。こんな感じで背負ってみたりもしながら、あ、これちょっとちっちゃいなとか大きいなとか、ここ当たるなとか邪魔やなとかってやるんですけど、まあ、さらにもっと分かりやすくするために、実際使ってみて散歩してみたりとか、まあ、物によったら1日履いてデートをしたりとか、靴とかやったらそうなんですけど、今回カバンなんで、まあ、ちょっと散歩の時に使おうかということで、まあ、散歩しながら、まあ、使い勝手を確認してコンビニ行ったりしております。鍵とかかけてどうかなとか、引っかからんかなとか、重いかなとかっていうのを、これは今調べております。なので遊んでるように見えるかもしれませんが、これは一応仕事の一環です。で帰ってきてから実際気づいたことを、書いていきます。まあ、例えばちょっとちっちゃいなとか、あと逆に軽いなとか、これ小物はいいけどちょっと大きいものは入れづらいなとか、結構すぐパンパンになるなとか、まあ、そういう自分で気づいたことをメモに書いて、これが台本ですね。動画の撮影の台本なんで、これを本邦 初公開で見てもらいたいなと思います。じゃん。はい、こんな感じでオープニングがあって、次に同じ部分、違う部分喋って、どれぐらい入るかで、こうで以上という感じの、こんな簡単な台本でいつも喋っております。なので基本的にはその時に思いついたことを喋っていくっていうのが僕はメインなので、台本は基本あんま使わないんですけど、まあ、使ってみた感想とかはまあ大事にしております。で、次はスタジオ作りをしていきたいなと思います。まあ、これ普段の自宅というか、まあ、自宅兼オフィスという名前をつけてるんですけども、まあ、それを作っていくためにこうやって照明つけたりとか、ちょっとずつこう今まで見てるいつもの感じに、あー危ない、おー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチということで、いつもの感じにちょっとに近づいてきたと思うんですけど、まあ、さらにこうやって僕は照明とか、まあ、実はこれ裏側やからね、わかると思うんですけど、こういう照明とかも置いたりとかしてて、実際電気をパッてつけてみると、まあ、明るいんですよね。これがあるかないかでもう顔の表情とかめっちゃ暗なったりするんで、まあ、僕もともと無表情系 YouTuber として活動してるので、まあ、ライトを当てた方がいいだろうということで、対角線上からも当てた方が実はいいですよね。まあ、これちょっとライトの知識になるのであんま詳しくは言いませんが、こういうのをポンと入れてます。で詳しい機材については動画説明欄に貼ってますので、興味ある方は見てもらえればなと思うんですけども、次は、卓造セットですね。スタジオセットはできたので、まあ、自分の、服装とか、まあ、カバンが入るような色を選ぼうかなとか、まあ、そういうのちょっと考えながらいつも、服を選んでます。で次は、髪の毛をセットするんですけど、別にいらんちゃいらないんですけど、まあ、あまりにも寝癖やったらちょっとどうかなと思うので、まあ、これも汚い髪型はしてるんですけど、一応まあ軽くセットして、このためだけに、撮影のためだけにセットします。でその後ちょっと30過ぎてるので、乾燥肌になってますので、まあ、ここでちょっとお肌のお手入れといいますか、まあ、まあちょっと馴染ませるというかっていうのをしてから、次はカメラのセットですね。スタジオはセットできたんで、次はカメラ、一眼レフを使ってるんですけど、まあ、これを、三脚に乗せて撮影をしていくと、まあ、いかにも YouTuber っぽい感じですよね。
でこの画角で皆さんがよく見てはる、あーこれ見たことあるっていう画角になってきたと思うんですけど、普段はこのカメラの映像を皆さんに見ていただいているという感じになっております。でちなみに照明の後ろにカバンをかけている理由は、これなんでかけてるんかっていうと、やっぱり照明がちょっと重くて前に倒れるんですよね。でそのため用に一応ほんま重りっていうのがあるんですけど、まあ、こんなん別に重りじゃなくても重かったら何でもいいから、リュック僕は2つかけてるんですけど、アロー22と、ホットショットかなをかけてるという感じで、次は音声ですね、マイクの準備をしてます。で普段はこれマイクつけてるんですけど、まあ、こんな感じでゾイドバッグに全部入れてるんで、でこんな感じで撮影の本番が行われてます。ちょっと黙ります。まずマカワンの方から分かりやすくここにタグついてるので、こっちのマカワンの方でどれくらい入るのか見てもらいたいなというふうに思うんですが、もう早速ですね、ちょっといろんなもの入れちゃってるので、これ一回出していきますね。パスポートとかいろいろ入れて、通帳とか入れてるので、これちょっとまずいものでちょっと出していきますね。はい、ということでこれで OK なので、紹介していくんですけども、はい、というので、本番が終わったら次は編集するんですが、まあ、あんな感じで僕基本的にずっと喋りっぱなしなんで、あんま編集するとこってないんですけど、まずカット編集してってやるんですけど、まず動画入れてますね。あ、動画入って、で今からカット編集やっていって、カット編集終わった頃にちょっと疲れるので、ちょっとトースト、フレンチトーストを食べるっていうのが、まあ、ちょっと甘いものは入れときたいですね。でまあ、僕結構編集はその時間かけないんで、まあ、大体1時間もかからないですね。30分か40分あったら編集は全部終わるので、多分開始したのが3時前ぐらいやったんですけど、もう4時前には多分終わると思うんで、あ、もうぼちぼち終わりですね。ここまで来たらもうほぼほぼ終わりっていう感じになってるので、そろそろ多分終わると思います。あ、確認しますね。あ、終わりましたね。今書き出ししてる最中とかなんで、もうほったらかしといて書き出し OK です。はい、それではですね、無事書き終えてですね、こんな感じで書き終えましたよみたいなのが出てくるので、これを今から YouTube にアップロードしていきます。 YouTube は僕のこの管理画面があるので、ここからアップロードファイルを選択して、今のマカ版をこのままアップして OK という感じになってるんですが、このままだとちょっと不安なので、僕はこの外付けのハードディスクにこの今のと作った動画を逃がすんですよ。なのでこっちにちょっと移していきましょう。まずこれが今、これちょっと邪魔やから消そうか。んで、ここに保存用のハードディスクがあるので、こっちに移していきましょうということで、ここのアップロードの動画のところに、今作ったマカ版を掘り込むと。で、そしたらこれをコピーしてくれてるので、このコピーが完了したら、無事パソコンの中だけじゃなくて、このハードディスクにももう今の動画がいったので、データがなくならないという安心感があって、このまま YouTube にアップロードしていきます。まあマカは、まあ後でタイトルは変えるからいいでしょう。でここでいろいろ細かい設定をしていきますね。そして収益化をオンにして、これがないと収益が入らないので、で、他の変なアダルトコンテンツとか、暴力コンテンツとかではないですよっていうのをちゃんと、そうですって言って、その後スケジュール公開をしていきます。今現在が7月の23日なんで、これアップするのは8月の上旬ですね。8月5にしとこうかな。またちょっと日はずれてるかもしれませんが、とりあえず8月5にして、僕いつも平日は18時アップなので18時にしといたら、これで動画が出来上がりと。でもあとは日にちを待てば勝手にアップロードされるっていうのが僕の流れになっております。でこれちょっとまあこのままアップロードさせておいて、ちょっとごちゃごちゃしてるので一回消していって、でこれ今外付けのハードディスク、これなんですけど、保存用はもう保存したのでこれでおしまい。そしたらもう取り出せるので、これを取り出してしまえば、はい、という感じで、これが、僕の動画が、撮影して編集してアップロードしてここに掘り込むまでという流れになってました。ちょっといつもとは違う画角で、これセカンドを見てはる方やったら見覚えのある光景だと思いますが、まあ、今日はこの辺でお別れしたいなというふうに思いますので、また別動画でお会いしましょうということで、本日はですね、YouTuber の動画が出来上がるまでという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。